こんばんは、入山明子です。10月13日金曜日、入山明子のつれづれ日記。今日はテレビの収録に向かいました。東京、品川。準備を整えて本番、リハーサルを1回行って、そのまま本番。あっという間です。1年歌い続けた1泊2日を、今こうしてまたテレビで歌わせていただけること、ありがたく感じています。そして今週、来週とディナーショーを控えています。何としても元気に舞台に立ちたいため、感染症も流行ってきていますので、うがい、手洗い、水分をちょこちょこ取りながら、喉の加湿を整えながら、いつもの声で歌えますように調整をしていきたいと思います。今日は品川でのテレビ撮影、その後はいつもの行きつけのカラオケボックスに向かいました。初めて歌わせていただく曲があります。そちらのキーの設定と練習をもう一度確認です。今日着ました着物も、先日頂戴した着物、シックでしっとりとした風合いで、とてもお気に入りの一着になりそうです。さあ、そして今日も山口県駅中さん、三重県良銀さん、秋田県伊藤さん、神奈川県の栗山さんからお花のお写真いただきました。とても綺麗です。さあ、明日はつながる土曜日、 FM チャッピーの放送日です。13時30分からの30分、入山明子の巡り合い見聞録、ぜひご一緒いただくと嬉しいです。それでは皆様、ゆっくりとお休みください。おやすみなさい。